はい、こんにちは、しゅうへいです。今日はですね、えー、YouTube メンバーシップに絶対課金しちゃダメだよという話をします。あの、実はですね、あの、与沢さんとか、あの、池原さんね、あの、池原ハイ今まで無料でね、動画を出していて、僕らは無料でお金も払うことなくむ、ね、動画見れてたのに、実はあの二人はですね、 2,990円かな月額と、990円月額の YouTube メンバーシップっていうの始めましたね。それはね、あの、YouTube の,あの PC 版からね、アクセスして課金するとですね、あの、できるわけですよ。月、月3000ですよ、ビッププランで。ね、3000もね、メンタリスト大悟さんはね、月550円とかですよ。ね、そんな、ね、 ものにね、今まで無料で見れたものを課金するやつがいるのかということですけども、まあ、ここにいます。はい。ここにいます。はい。ということで、あの、実はですね、池早大学と、ビッププランと、えー、そ沢さんのビッププランに入りました。で、あの、結論ですね、もう本は課金しない方がいいですよ。うん。あの、もう言います。もうぶっちゃけ言うけど、うん。課金しない方がいいです。あの、どうせね、こんなの見てる人はね、もう無料で楽しみたいだけでしょ。あの、もう絶対課金しなくていいと思うよ。んで、やばいです。やばい。マジでやばい。やばいから、もうなんか、ね、もう課金しないでほしい。もう皆さんには。もう もう、もう、もう、少人数の、なんかよくわからない返事が集まってるわけなんですけど、もう、その中だけでね、もう、なんかもう、楽しみたいというか、勉強したいというか、っていう感じです。で、もう、ほんとね、もうね、やばいしか言えないんですけど、内容をね、ペラ,ペラペラペラ喋ることはいけませんから、あの、言えないんだけども、まあ、ちょっとこれぐらいは言っても大丈夫だろうっていう、あの、話をね、え今日はしたいと思います。で、まあ、特徴ですね、うん、課金しなくていい理由っていうのは、まずね、3つ言って、その後ね、えあの、池早大学と、与沢さんのチャンネルに関してですけど、 する2つのメッセージっていうのが、えー、ありましたので、えー、謎のコーテーションマーク、えー、ありましたのでえっ、ー、とそれについてね後半話したいと思いますでまずね課金しなくていい理由を話しますはい1つ目 あのね、皆さんの役に立つ保証はありません。はい。あの、もうね、課金するかどうかのね、前になんかね、あの、コメントがあったんですよ。いろんな人がね、YouTube のあの、与沢さんとか池原さん見てる。あの、どんなもの、どんなドキーなんで揺れるぷっぺれ、どんな無理ですけ、みたいな感じで、なんかね、こうセ、センプルエルメスケみたいな感じで言ってくるんですよ、コメント。もそんなやつは課金しなくていいよ。ね。<laughs> いやもう、なんなん、その、 なんか別にさ、あなたに課金して欲しくて始めてるわけじゃないし、そんないちいちさ、なんか課金して、じゃあちゃんと提供されるのかとか、どんな内容があるかとかさ、なんか保証しないといけない時点で、そういうさ、メンバーっていうか、そういう視聴者を切ってるんですよ、ある種ね。切ってるというか、そんなリテラシーっていうか、なんだろうな、そういう前提の人って別にね、入ったところでね、結局その、その人の役に立つとはね、限らないんですよね。 そう。だから、もう、そういう、なんだろうな、こういう様子を伺ったりとかさ、なんか、本当に、本当に役に立つのが嫌なかね、見ながらさ、なんか、よくわかんない。別にそう、課金しなくていいんじゃないって感じですよ。どうせね、そんな人はね、あの、無料動画見たって行動しないしね、有料動画見たって行動しないんですよ。な、行動しないんだったら別に何見ても変わりませんから、そんな人は課金しなくていいと思います。まあ、僕が言うことではないけどね。僕が言うことではないけど、まあ、そんな感じです、ね。で、あのね、あの、無料動画のね、やつで、あの、たくさんコメントがあるじゃないですか。なんかこう、よく、なんか、いつも同じ内容やってますとか、ね、もうそ、うそう なならざる得ないんですよまあ、要するに広告収入を得るにはマス受けするような内容を出さないといけないから。あのー ね、池原さんも難しい話ができない。与沢さんもね、もう日中の話とかで,できないし、本当に何度も何度も同じことを繰り返し伝えていかないといけないんだけど、何度も何度も、何だろうな、もう同じような話をしてたら、要するに YouTube 上ではアルゴリズムとかね、下がったりとか、えー、なんかね、あの、コメント欄でも同じ話すんだよとかね、聞きかけたとか、でもそういう人だったらね、結局ね、なんでその話を繰り返し繰り返ししてるかっていう、なぜそれが大事なのかも理解できないし、で、結局課金してるメンバー見るとですよ、コメント欄見てると、なんかね、あ、ちゃんと理解能力がある人だなっていうふうに人が集ま てるだからすごくね参加した側がすごく気持ちいいんですよで参加まあ要するに与沢さんとか池谷さんも話すのがすごく楽しいって言ってるし参加した側もすごく楽しいですなんでかっていうとそういうよくわからない変なコメントとかで、えー、なあの動画作ってる人が病むこともないしさ なんかそれによってコンテンツが変わったりすることもないし、ね。で、もちろんそのコメントなんて有益で、もうみんなね、なんかね、あの、その内容見てまとめをしたりするんですよ、コメントのところね。もうこれもぐらいは多分話していいと思うけど。まあ、だからね、その、そういうこう、無料、無料がいいとかね、なんで無料でいいんすかねって言ってる人はね、そもそもね、考えたらわかるじゃん。なんで無料じゃないかって考えるんですよ。考えるそこから。そこから考えないとダメでしょ。ね、まあ僕が言うことじゃないけどね。はい。 ということで、す。一、まあ、つ目、あなたの役に立つ保証はないということですね。で、えー、二つ目、いきますよ。これ結構みんな思ってるでしょ。メンバーシップになったからっ,っね、成功するわけではないです。はい。当たり前だよね。もう,もう偉そうに言いますよ、今日は。あのね、 なんその課金したらうまくいくとかさ、コンサルも受けたらうまくいくとかさ、そんなんあるわけないでしょ。み、あなた、あなたが行動しないといけない。課金したい人がやんないとダメなんで。当たり前だビジネス書あるでしょ皆さんよ読んでますかビジネス書。まあ、まあ、ビジネス書じゃなくてもさ、なんか僕もいろいろありますよ、この辺。ね。高い本でこれ3000とかすんのよ。ね。 読んだところで別に人生変わらないよ。実践しないといけないしね。まあもちろん知ってるから選べるってことはできるかもしれないけども、まあね、あの、結局選ぶってことは行動ですから。だから、メンバーシップ課金したからって別に成功するわけじゃないけど、まあでもね、実際投資をね、実践してる人とか、これからビジネス作っていきたいとか、ビジネスアイデアが必要だとか、まあ池原さんとか与沢さんがどういう思考回路で、なぜそれを大事だと思ってるか別に、これが大事じゃない。これが大事っていうメッセージみたいなのは別,別に別にいいんですよ。なんでそれが大事なのかって、裏のね、裏のなぜっていうを、ね、 理解してていいくくねねそのの選択の基準を真似ていくわけですよ成功者の行動の基準が分かったからといって別に成功するわけじゃないですよね。その成功の基準、あじゃあ選択の基準を真似て行動するしかないんですよ。はい、だから行動しない人はね結局そうで成功もしれないし、だからね、メンバーシップになったからといって成功するわけじゃないから別に3000円ね,ね、飲み会1回分ですけど、それだったら、ね、飲み会いとった方がいいよ、上司とかのね、はい。えー、友達とかでも何でもいいけどね。はい。で、3つ目。 ここは結構ネガティブな話しましたけど、課金するとね、あのね、ぶっちゃけなんかやりたくなります <laughs>。あの、これはすごい。 あの、これはね、二人ともね、やっぱね、すごいわ。やっぱこのね、あの、ビジネス界というかネット界でもね、もう本当十10年超えて活躍してる二人ですから、あのね、すごいわ、内容が。<laughs> あの、なんだろうね、なんかね、やりたくなる、頑張りたくなるんですよ。これ多分課金してる人はすごくわかると思うんだけど、あ、なんか、勇気をもらいましたね、すごく。僕も情報発信、まあ3年ぐらいやってますけど、まあ、ぶっちゃけね、フォロー、ー総フォロワーも6万人弱で、YouTube だってね、まあ、登録者には5人も行ってないぐらいですよ。も、ま、う、あ、もう、底辺 YouTuber って言っても過言ではないでしょ、 僕も、ね、やっぱ全然ダメだなと思います。まだまだだなと思います。でもそれでもね、やっぱ更新してるし、まあツイートだってね、続けてるし、まあいろんなことやってるわけですよ。で、その中でね、やっぱね、あー なんんか勇気をももららううううわけでですすよよよやっっぱそうだよ、ね、そうだだねねてもらうんですよこの内容ってね、結局じゃあ無料の動画で伝えられる内容かって言ったら、まあ出したところでね、まあそれ見てる側ね、僕とかは、まあ、あの、組み取ることはできるけど、多分無料で見てる人とかって行動してない人が多いから多分分かんないし、そのなんでそんな話をしてるかも分かんないんですよね。やっぱ、やったから分かるってことあるじゃないですか。野球でもそうですよね。なんかこう、あーそうだな、すごい競合のピッチャーとね、対戦して、打席に立ったからあの球は速いとかってね、分かるし、えー そのピッチャーの黒もわかるけども、なんかそうやってないよくわからないね。なんか野獣もあんな別に早くないの。もう打てる打てるみたいなね。なんかもう横から言ってるじゃん。批判ね。プライ、プレイヤーじゃないのに。なんかうそういう感じに似てますね。だからね、まあなんだプレイヤーはぜひね、あの課金した方がいいと思いますよ。うん。そういう意味で、まあなんかやりたくなるからね。あ、だから、まあ課金しなくていい理由3つなんだけども、まあ3つ目かね、課金するとね、頑張りたくなっちゃうからね、もう後戻れないよ。うん。戻れない。要する現状維持を捨てる覚悟がある人はメンバーシップ課金してもいいと思うよ。まあもちろん、1ヶ月で辞めれるから、 見ててやめるっていううのももあありかもしれなななけどまん、あ、だろうな、まあ、試してみることには確かに失敗はないんだけども、まあ、もう多分ね見てたらねなんか戻れなくなると思うよもうなんかいややっぱそうだ頑張らないといけないなってなりますから、はい、でここから後半いきます、はいえー、池原さんと与沢さんの共通するメッセージっていうのは2つありましたでこれはね まあ、言って、おいおい、何言ってんだって怒られたら消しますけど、だから今のうちね、だから、の多分大丈夫だと思うけどね、はい。で、あの、まあ何かというとね、二つ、もうこれはね、ものすごくもう通感して、さっきも言ったんだけど、情報発信です。情報発信。まあ、池谷さんずっと無料動画とかでも言ってんですよ、ってね、情報発信。で、実は与沢さんも、みたいな。でもね、その情報発信をなぜ与沢さんが大事にしてるかっていうのは、コれナもうメンバー、課金してみて、 あのもう語ってるからめちゃくちゃもうほんとすごいあのわかりやすいですわかりやすいしあそうだそう,そうだよなそうだよなっても改めて、ね、もうあのなるんですよだからねよ沢さんの動画はね1本目2本目ぐらいまで見るとああ賢い人あってなります多分ああなるほどみたいなで池原さんのもねもう1本目2本目ぐらい見たらああこれはもうすごい価値があるなと思うんでまあ騙されたと思ってまず課金して二本ぐらいね、えー、動きたい人はですね動きたい人はやったり無料でいいんですとかできても,もう無料見とけばいいから、うん、大丈夫大丈夫無料無料たくさんいい情報あるからもうねなんか いい情報かどうかっていうかねなんかねその人のえ今話それをなぜ今大事なのかっていうのとそのなぜそれが大事なのかっていうねそこをね実はね取るべきなんですよ情報っていうのはだからそのこれがいい A がいいよ B がいいよじゃなくてなぜ A なのかなぜ B なのかでそ,それをなぜそういう風に思うのかっていうまあ例とか具体例とかなんかいろいろあるんですけどそういう背景とかねそうでまず1つの情報発信で共通するメッセージ2つ目これ僕ね結構響きましたねあーみたいな これ言おうか。言わない、言わなくてもいいか。もうやめとこうか、これ。<laughs> 言おうか。うん。おったら負け。うん。おったら衰退ですね。まあ奢ったらっていうのは要するに、まあ YouTube なんてとかね。情報発信なんてとかいるでしょ。そういう人、SNS なんてみたいな。なんかね、情報発信頑張ってるフォロワーね。100人以下で、いいねも全然つかないけど、毎日ツイートしてる人がいるでしょ。僕のサロンにもいますよ。いや、もう素晴らしい。めっちゃすごい。もう偉い。なんかね、僕より、僕よりとかいうことじゃないけど、僕もっと頑張らないといけないなって、そういう人見てると思います。 あのねもうなんかねそういうふうにねインフルエンサーまあ目指してますとは言わないもののまあそういう働き方を目指してブログとか YouTube やったりとかね、まあ、何でもいいです音楽でもいいです僕も音楽始めましたけどもなんかねそういうのを見てね冷やかしちゃうとかバカにするやつはねもうももうもう,もう,もう無理無理無理それは衰退ですもうアンチとかもいたくさんいるよ僕もなんか保護猫ポルカとかしてねなんかもうなんか猫元気なのよ猫元気でめっちゃ育ってるのにそれなのにずっと。 なんか、いちいちねちねちねち、なんかね、ポルカして、それの一回ね、僕が5000円ぐらいで寿司を食べに行ったんですよ。まあ、ポルカありがとうございました。猫、ね、の餌代ね。餌代だけど、まあ、僕の餌代も必要ですから。で、そういう意味でね、まあ、あの、一回お寿司に食べに行ったらね、それだけでなんか、こいつは寄付金をお寿司に全部使い終わったみたいな。全部使ってねバカタレがって感じですね。もう元気にね、一年間ね、ほんと殺処分されようってた猫がね、これ瀬戸さんって言うんですけど、まあ、生きてるわけですよ。こういうふうにね、まあ、なんか、なんかしてたら叩くんですよ。あいつらってバカだから。ね、バカだから、本当に。で 叩いてなんかね、もう飯、メシメシうま、メシうまとか言ってね、顔も出さずに匿名でね、ネットのね、もう影からこういう小石を投げるわけですよ、もうそんな生き方してる時点でもう無理だよね、もうなんかそれが気持ちいいとか、なんかそれが正しいとか、なんか、だから,かだからさ、僕をそういうふうに叩く前にさ、だからね、池原さんとか、まま,ま,まあの、えー、っと、与沢さんとか、叩く前にさ、自分が何か行動を起こした方がいいわけじゃん、それもせずにさ、人叩いたりとかさ、いや、まあしてるって言うと思うよ、あいつらはね、てるしてるんですよ、いや、してるんだったら俺叩くの違う、もっとやめたらもっとできんじゃんって話ですよ。 意味がわからないですよね。結局、だからそういうフォロワーが多い人にねち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 することによって、自分も影響力をね、つけてやろうとか、知名度を上げてやろうみたいな、こすい考え方とかあるんですよ。あとはなんかその、批判ツ追とか伸びることによって、あれ、ドーパミン、ドーパミンみたいに出ますからね。うええみたいな。なんか報酬系みたいなのがこう活性化されて、うええみたいな。自分何も行動ルしねえけど、うええー、え、影かけて、えー、つりつりつりえ、追していける、うえー、うええー、え、売りついて伸びて、うええええ、古植え伸びてみたいなね。あの思ってんですよ。もう、ば、ばかじゃないのって感じですよね。はい。えー、何の話だったっけあ、そうそうそう、だから怒ったら衰退なんですよ。だからそんんなほっといていいてですよ。 そんなやつら無料動画見とけばいいんですよねメンバーシップ登録してる人はねもうね分かってるけどまあおったらダメだなまあおごるとかあり僕も怒ったりとか全然するからだから YouTube 飲みなかったんだけど、まあ、とはいえやっぱ悔しいんですよすごく悔しいから頑張るんですけど怒ったら負けね初心者とか始めた人を笑い始めたら負けですよ 負け負け。もう高みの見物みたいになったら負け。僕もやっぱそういう時期ありました。うん。あったあった。でもね、ダメだったなっていうふうに、やっぱ自分も反省してます。だから、ぜひ皆さんもですね、そういうね、おあ、怒ったらダメだよなとかっていうのであれば、ぜひ課金してみて。うん。あの、今日、動画概要欄に一応、2人のね、えー、チャンネルの、えー、メンバーシップのリンクっていうか、あの、トップページのリンク、あ,あの、出すときっ、トゥトゥトゥトあの、置いてるんで、で、あの、それのパソコンの PC 版、PC 版のブラウザで、えー、行くと、 できます。あのね、スマホから今できないみたいなんで。 で、えー、そういうことだっけ。あとね、バックグラウンド再生はね、ちょっと今ね、バグでできないみたいなんで、あの、ま、あなんだろうな、こう移動中とかに YouTube バックグラウンドにして、スマホ他のアプリ開きながら、プレミアムじゃなかった、あれ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 、あの、メンバーシップの動画見たい,っていう人は、ちょっと今やめ、やめといた方がいいっていか、別に、僕ね、あの、iPad とかパソコンとかで、あの、つけてました、あの、メンバーシップの。で、それを聞きながら料理をしたりとか、ご飯食べたりとかしてるんですけど、もうなんかね、メンバーシップの動画だけ見てたらいいやって感じです、YouTube で。本当に、それぐらいの感覚になりました。 うん、これはね、すごくいい。すごくいいんで。で、ビジネス書帳、えー、2冊分ぐらいでしょ月3000円ですよ。だから僕、与沢さんと池原さんで計6000円ですけど、安い。安い。あのねあ、僕ね、なんかね、1万円でもいいかなと思いました。うん、普通に。これ、マジで。 多分1万円で2人1人1万円でしょ、まあ、?2 万円でも全然課金するなって感じです。僕借金600万円ぐらいあるけど <laughs>、ね、利息だけで毎月5万円ぐらい払ってるけど、だから僕はそのね、あの2人の動画に1万円課金する価値はあるなと思うので、まあ別にまあ10倍でもいいかもね。3万円でもいいかもしれない。僕もしかしたら、あのまあ、もちろん内容がどういうふうに変わるかにもよるかもしれないけど、でも3万円でも全然価値があるし、そうそうそう。だからね、うん、なんだろうな。んかメンバーシップ、あの、d a さんとかもね、やったら僕もあのあのニコニコ動画課金してますけど、まあ d a さんは d a i さんで、まあ なんだろうなんつうのあれもすごくめちゃくちゃ勉強になるよ。でも、やっぱね、それが550円でこっちが3000円で高いでしょじゃあこっちの方がね、5倍も6倍も価値があるのかって言ったら、別になんかね、それ人によるんですよ。僕はなんだろうな、その、二人が考えてることはメンタリスト大悟さんが喋れないわけで、メンタリスト大悟さんがやってるのはものすごく、いや、ものすごく安くて、安くてっていうか、すごく有益な内容でだから僕は大悟さん申し訳ないっていうか、安すぎる価値を提供してもらってるんで、結構スパチャとかしたりとか、あとはなんだろう、本をね、なるべく買うようにしね、してますよ。そうそうそう、あと影響されて んで、こうか、買ったりしますけど、まあ、ちょっと話がそれましたね。だから、まあ、ぜひですね。まあ、あの、高いかなとか思ってる人はもうやんなくていいし。ね、なんかもう、どうしようかなって迷ってる人で、別に動く気がないんだったら、やんなくていいけど。なんか動きたいとか、なんか頑張りたいとかね。そういう人はね、ぜひやりましょう。でも、自己責任、全部自己責任、なんか。課金してね。なんか、周平が言ってたか、ら課金したけど、自分の役に立たなかった。そう、当たり前だよ。僕が、僕がいいって言うから、やったから、のレベルでしょ。そうじゃなくて、自分で選んで選択していくんですよ。んで、そこから。なんか。 自自分分にはは理解ででできないなないいいいいいとと思思っったたら自分のレベル低すすすまあこれももうううごくあの申し訳ないけどそ,うそういうもんですだから、あれってなんか普遍的な内容でつまんないなと思ったら違うんですよ。そこに何かがあるんですよね。だからそういうのにも気づけるものだと思うので、ぜひやってみてください。というわけで今日はなんか煽り気味でね、なんか、お前なんかここ,こう、池谷、ね、夜沢アンチなんじゃないかみたいな感じですけど、ね、そんなことなくてですね、えー、池谷、まあ、池谷さんと仲いいしね、普通にもうあの家族ぐるみというか、まあ僕は家族があれだけど、あの池谷さんのね、あの、事務所の よく行ったりししますしね一緒に仕事させてもらってますしでまあ与沢さんは別に個人的にはしあの会ったことはないですけどなんか与沢さんがね借金ブロガーって生き方いいよねみたいなことをね以前ツイートしてたんですよでもしかしたら僕のことかもしれないみたいなね分かんない他にも一応借金ブロガーいるからでも僕のことだったらまあでも嬉しいというか。 まあ、すごく、あの、まあ、僕のことじゃなくても、すごく勇気をもらいましたね。ああ、ユブーさんでもそういうふうに思ってくれてるんだっていうふうにね、えー、思いました。というわけで、このチャンネルではですね、こんな感じで、まあ、ネットビジネスのお話もしたりとか、情報発信、そう、まさに情報発信です。大事って言ってたやつね。あのー、そういう話もしてるので、まあ、最前線から情報をお届けしますので、ぜひ、えー、チャンネル登録とか関連動画見てみてください。メンバーシップやりたいんだけどね、できないの、ね、僕はね、チャンネル登録者数がね、3万人ぐらいいないとダメなんですよ、今ね。あああ、とか、3万人いて、 その、あの、メンバーシップお願いしますの、えーし、申請ができて、で、申請ができて、ただ通るかどうかはわからないということですね。なんかね、ゲームチャンネルは1000人ぐらいでもいけるし、あとは特定のクリエイターですね。YouTube 側もメンバーシップね、始めたいらしいので、増やしたいらしいんで、なんか特定の、この人どうかなみたいな感じの人は、えー、3万人いなくてもね、こう、あの、その申請ができたりするらしいんですけどね。僕のはダメでしたね。はい、YouTube さん、メンバーシップやらせてください。僕何話そうかな。 ナンパ術とか。いや、それダメだね。あんまナンパしたことないしね。はい。というわけで、えー、そんな話をしてました。まさたまた次回お会いしましょう。バイバイ。